はいどうも皆さんこんにちは。本日はニューギンのショールームからお送りする B 花の刑事レン大当たり対決です。お願いします。よろしくお願いいたします。千葉県の店長陣に集まっていただきまして、これから2月に発売されます B 花の刑事レンで大当たり早掛け対決やっていきたいと思います。お願いします。どうですか意気込みの方は。はい、はい、頑張ります頑張る頑張る、はい、うん、でどうですか一文ちゃん。いやもうね、はい、2019年ズタボロだったんでね、はい、2020年一発目ということで、はい、ちゃんと当てていきたいと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。コッティは、あ、私が勝つでしょう最近ね調子いいですよね、最近ね、あ、結構当たることすぐ当たりますよ。そうですね、はい、ということで、まあ信頼ということもありますので、はい、まあ簡単にね、新しい台の演出とかを見ながらですね、まあ打っていくわけですけれども、今日のルールを説明したいと思いますが、今日は本当に単純に早掛け対決で早く当てたものが勝ちと。はい、じゃあ早速実践の方に行きたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ということで、今日は P 花の刑事ね打っているわけですけれども、簡単にじゃあ一文ちゃんスペック説明してもらってもいいですか。大当たり確率が319分の1で、はい、確変突入率が 50%、はいはい、で、確変の継続率が 82% となってます。はい、で、あの漆黒とかと一緒ですね、はい、転落タイプなので、はい、確変入った後は、はい、520分の1を引いて落ちちゃうか、はい、129分の1で当てるか、はい、そのどちらかとなってます、はい、で今回あの新しい枠で、はい、皆さんまだネットでしか見たことないと思いますけど、はい、これが転送枠って言って、うん、なんか槍がついてる、結構 ド迫力なんですよ。ド迫力、そう、全体的に引きで映すともうね、こんな感じ。違う入ってきた、入ってきた。こんな感じの本当に大きいね、あれ感じになってるんですよね。そう。あの花の刑事シリーズ最近だとやっぱり転落抽選タイプのね、そうですね、台が多いんですけれども、まあ、それも踏襲してるよという感じになっておりますので、はい、まあ、楽しめるんじゃないかなというところですね。はい。まあでも一応勝負ですから今日は早掛けの ね。なんでちょっと頑張って。早めに当ててくださいね。まあでもね、あの花の刑事はやっぱ注目台ということもね、多分ユーザーさんも期待しているところはあると思うんで。あれ緑保留ゴティ いきなり緑、いきなり緑ですよこれ、はい、回ってますねシュラリも。あ、そうですね、だからその槍の光とかも先読み的な。あ、おお、すごい震えてるすごい震えてる。あ、これは0日までいけばいいやつですね。これはあるな、あるあるじゃないですかこれ、うん、ちょっとゴッティはチャンスが来ましたね。画面歌舞伎ゾーンですかね。槍が緑になりましたね。はい、おー赤色。え、保留はか。いやー、ちょっと保留は緑ですね。お、ゼロ。あ、レンドですね。はい、で槍ももう赤ですね。赤い、槍金とかになるんかな。レインボーがありましたよ。ああ、じゃああるんですね。虎柄とかあるんかな。いやいや、槍虎柄に見せるの難しいよ。あれはあ、キセール来た。キセール来た。キセール来ました。いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。どれ最後の男リーチじゃないですかねこれ。はい、おー 金タイトル。これは当たるでしょう。来ましたね、これは当たりそう。まあ期待度もね、小冊子で見ると星4つ。あ、当たった。当たりました。おめでとうございます。早かったですね、大当たり。刑事レン、いいっすね。はい、ということで、松戸店の店長ゴッティ一抜けです。おめでとうございます。ありがとうございます。何回転？60回転。早い、早いな、ね、早いな。はい、ここからですね、50%
で、ラッシュに突入していくわけですけれども、初回に関しては、4ラウンドの、はい、確変が 50%、 4ラウンドの通常が、50%、 もし通常だった場合には100回転の時短がつきますのでね。さあここで確変が決まりますよ。どうでしょう。はい、ドン。行かない、行かない。一応復活もある可能性はあるんですけどね。まあじゃあ、とりあえず ノーカウントで。ノーカウント、ノーカウントはないです。確変しか認めない。一旦ノーカウントではい、ということで ね、そしたら100回転の時短という感じになります。1万モードですね。はい、まあ歴代の花のケージシリーズたくさん出てると思うんですけども、皆さんの好きな花のケージシリーズで好きな台とかって何かありますか？じゃあ僕からいいですか？はい、やっぱ初代、はい、一番最初の雲の彼方にですかね。そうで、初めてケージ打った時も衝撃的だったんですよね。はい、でもそれがすごい鮮明に覚えてるんで、やっぱ初代が一番面白かったですね。ああ、初代ね。コッティどうですか？そうですね、私は漆黒ですかね。あ、最近ですけどね。漆黒でもね、やっぱ破壊力ありますしね。そうなんですよね。面白いですよね。パルコ店長はどうですか？いや、僕はもう全然覚えてないですね。ケージを。どれをどれがどれだかよくわかんない。漆黒しか思い出せないです。一番最近。直近の台しか思い出せない。思い出せないですね。なるほどね。まあ、ちなみに花のケージレンですけれども、お店の方には、皆さんのお店の方には導入予定はあるんですか？当然2月3日、はい、全店トップ導入です。お、じゃあ松戸店にも矢柱店にも松戸店にも入るということですね。そうですね、はい、入りますいっぱい入りますよ。いっぱい入る、はい、いっぱい導入予定ということですね。はい、こっちは抜けちゃいそうですか？抜けます。あー、ラスト。あー、はい、ということで時短終了です。あ、金、あ、金、え、金、あ、ほんまや、え、金、金や、歌舞伎像。でもこっちも疑似さんかな。はい、ちょっとじゃあ、あ、赤シュヤリーになりました。はい、あ、金、こっちも金。おー、ちょっと見せ場なんで3画面でいきます。お、赤はい、あ、保留赤。はい、あ、でも後期っすね、こっちは。あ、文字も金。おお、これ同時あたりあるかもしれないですよ。ボタン赤。はい、赤ふすま。朱槍も赤。あ、でも真田だ。うん、あ、もうそれでもさっき5ってやったと。おお、またセリフは金ですね。うん、あー、ちょっとありそう。ありそう、ありそう。でリーチはどこですかね。あ、あ、キセルや、キセル、キセル。おお、ふすまも金。これは、おー、当たるやつですね。それはもうもらったんじゃないですか。すごい、あるかな。うん、ただ伊達政宗なんだね。いやいやいや、こんだけ強くて伊達政宗、ね、全然保留が、あ、これ虎はもう確定じゃないですか。虎は確定、まあ、大当たり濃厚。あ、ほんまや、すげえこれ。保留が虎。はい、すごい。さすがに当たっちゃうかもいや、これ当たるんで。じゃあ先図柄がすっ、はい、はい、さあ、ということで一文ちゃんの台をアップします。はい、虎保留、虎保留、どうなんでしょうね。まあ、でも格変じゃなかったらもう無効。あ、なんか無効無効なんでね。まあ、これは当たるでしょう、さすがに。虎で当たったら格変じゃないですか。いや、どうでしょう。はい、当たり、当たりました。おめでとうございます。さあ、格変の押しますよ。どうですか。あ、来ました、格変です。すごい、イエイイエイ、見せますね。いやー、ありがとうございます。はい、残念、極めていっちゃいます。なんか歌舞伎御免状というのが出てますね。はい、じゃあちょっとパルコ店長チャンスなんで、ちょっとじゃ切り替えますね。はい、保留は歌舞伎ゾーン入りました。はい、保留は、あ、
朱槍が赤になって、はい、大きいんじゃないですか今の保留金、はい、保留赤かな今、うん、保留赤ですね今、はい、あ、キセル来ました。赤保留からのキセルで、ここもね、キセルのポンポンに合わせてボタンを叩くと裏ボタン、そう、裏ボタンがあったりとか今回もあるみたいですね。さあ、1人だけちょっと当たりが遅くなってしまいましたけれども、大当たりね、全員当たりで帰れる。いやでもこれ核変、当たって核変やったらもう逆転でしょえ、完全に。そんな特別ルールになってるんですか。当たったー、当たりましたー、パルコ店長おめでとうございます。あ、これはあるかな、緑保留。お、一文ちゃんはそうしてる間に緑保留。残り20回転くらいしかない。ちょっとね、100いくと不安になっちゃいますからね、はい、ちょっとね、SP 値を説明したいと思います。全サポ100回プラスアルファっていう感じのね、SP になってるんですが、はい、来ました。当たり、あ、当たりました。大不変物おめでとうございます。これがランクアップボーナスですね。はい、右打ち中は、10ラウンド各円、プラスラッシュが 70%、 ランクアップボーナスプラスラッシュが 30% という感じになっております。で、まあ、今回の、刑事に関しては転落、 SD 中の転落確率は520分の1と、落ちにくい、520分の1ですよ。終わる気がしないってことですよね。で、実質約核炎継続、核炎というか SD のね、継続率が、82%、 この辺はね、高めですよね、やっぱり。で、これ導入されるのに、あ、おお、これはすごい。あ、天運ボタン、天撃ボタン、極み対戦、天撃ボタンがレインボーで光ってますね。でも当たりですよね、はい、おお、すごい。おお、3連目です。はい、なんかこれ多分歴代の刑事、うん、ああ本当だね。なんか懐かしい刑事もいたけど、うん、でこれが導入されるのは2月3日なんですけど、はい、で刑事執行もその時まだ活躍してるので、はい、まあ、2400発の執行か、はい、82% の高継続の刑事連下。あ、もう今年の前半の主役はこれですね。まあ、弾数多いのを取るか、そうですそうですそうです、継続率でバンバン当たる方を取るか、はい。群雄モードはどんなモードなんですか。なんすかね。ああ、ああ、これ打ちましたね。あの、見えないですよね、悪魔ので隣の台見えない。あ、中、赤い、え、赤いよ、朱槍が。あ、ボタン、あ、青、あ、緑。じゃちょっと、あ、金ふすま、おお、これ、あ、悪あがき、全員当たり、あ、じゃ全員もう当たってる。あ、あし、なんか、すごいの来た。すごいすごいすごい、ないないない、目チカチカするやつ、うん、あ、激アツ、激アツ、ちゃんと説明して何、目チカチカするやつ。 3D のやつすごいわもうこれ。さあ、パルコ店長2回目あるかな。おお、あ、もうこれ逆転やな。何で、何の、何をもって逆転なのかが分からない。お、直江兼次赤文字。あ、でも緑保留のまんまなんすよね、うん、でも金ふすま、金ふすま激アツ。 あ、でも赤いよ。はい、あ、これ いくんちゃう。当たりそうですね、なんとなく、ね、なんかは当たりそうですね。いやでもな、当たったー。ちょっとカメラ目線もらってもいいですか。ありがとうございます。すごい、初当たりこの短時間で2回は気が強いですね。あ、なんか、え、しかもラッシュ、あの、時短中に引き戻してるんで、ね、ST ゲットと、ということになります。はい、なんで、まあ、完全な逆転と。完全な逆転ではないですけれども、完全なる逆転と。ちなみに花の刑事シリーズ、この顔に生まれたかった誰ですか。じゃあステマルさんから。誰、まずその大前提、誰。ステマルさんからの、ステマルさん誰、誰がいいですか。誰がいいですか、これ。
自分がまあいろいろ性格とかもあるとは思うんですけどね、はいはいはい、この花の刑事シリーズに出てくるキャラクターの中でこのキャラクターだったら良かったなみたいな。あ、これ誰ですか、どれにしたらいい、これこれ誰ですか。あ、喧嘩、はい、奥村、奥村スケーモン、奥村、はい。ちなみに一門ちゃんは誰がいいですか。まあ、刑事って言ったら直江兼続ですよね。直江ね、直江が一番かっこいい。パルコ店長どうですか。あ、岩部ってことですね、ありがとうございます。誰が岩部誰が岩部格変終わっちゃうかも、終わっちゃうかも。あ、でも負けは負けなんでね、ゴッティ。違う、ここで継続すればですね、これで継続しなかったらこの間に500分の1を引いてたと。そうですね。赤ふすま、あー終わっちゃったかな、引いてたんだ、うん、ST 中モード変えれるんですね、はい。でも歌も変わりましたよ。じゃあモードによって歌が変わるってことですかね。あ、英傑の時、はい、緑堀です、ね、はい。熱そうですよ。おーおーおーおおおお、今キュインって言った、言いましたね、言った、はい。あ、当たりました。おーい、これはちょっといいね、いいね、うん。そしたらこれを使ってなんか誰が抜けさせるかをやりましょう。はい、続きましてのゲームは ST 駆け抜け対決、はい。今回はですね、3人に ST 中の台を打ってもらいます。ST 中の台で、駆け抜けるもしくは ST 転落させた人が負けです。大当たりを引ければその時点で次の人にバトンタッチ。まあでもね、言っても転落確率520分の1ですから、まあ そうですね、そう引けないですよ、まあまあ引かない、はい。あとは打つ順番ですよね、ここがすごい重要になってきますから、はい。とりあえずじゃあ今じゃんけんしてもらってもいいですか、はい。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ、はい。何番目、3番目、はい、2番目、はい。ということで、いいんすか、一番ちゃん、ムコティ店長、パルコ店長の順番で打ち始めていきたいと思います。ST 駆け抜け対決、1人目、一番ちゃんでーす。頑張ります。はい、最初に引くってことはないでしょう。まあないですよ、ないです、確率的にはね、まあ、ね、もう終わっちゃいますからね、一瞬で。そうだよ、これで終わったらゲームもクソもないですからね、ほんとね、はい。ちょっとね、ドキドキしてきた。え、もう19回しかない、危ない、危ない、もうこれ1人目でこれもう引いちゃってんのかな。可能性は引いちゃってるでしょ、あるよあるよ、引いちゃってんのかな。もう引いちゃってて、引いちゃってて、もう引いちゃってていいよ。あ、縄文？あー、あったー、当たりました。大運営のランクアップボーナスおめでとうございます。大丈夫でした、素晴らしい、一人目クリア。さあどうですか、ゴティ。あ、いけるでしょう、いけますか、はい、頼みますよ、はい、はい。ということで第2走者ゴッティスタートです、頑張ってください、はい。お、プッシュボタン、はい。お、縄文保留ですね。あ、じゃあ縄文には行くんです、ね、おー、あー、これはね、絶対当たるやん、気持ちいい、ベルが出た、気持ちいい、あー、すごい、すごい、電撃ボタン、渡り、あー、おめでとうございます。いやー、簡単でした、第2走者クリア、はい、どうですか、はい。ということで、もう順調に2人目クリアですね。やっぱね、簡単ですよね。ねえ、素晴らしいですよ。やっぱりね、リーチになるぐらいのね、直江兼続さんとかね、奥村さんとか、やっぱすぐね、やっぱ見せ場来ますからね。岩部さん、台の方でも出番少ないですからね。ちょっと岩部さん頑張って。いやいやいや、台の方出番多かったですよ、私は。
さあ残り20回転運命の時まで。いやー厳しいですね。厳しい戦いですね。これやっちゃってますね。やってんなこれこれやっちゃってますね。パルコ店長、いやー本当にこれいつ引いてるか分かんないですからね。でも絶対終わってるやん。いや分かんないですよ。終わってるように見えて終わってないのがこのケージの転落システムですから。あ終わった終わった、はい、嘘やん。いやいやまだ分からんでしょ。でもここで当たったらランクアップボーナスですからね。おーセーフ耐えたセーフ。これはまだ確変継続継続どっちも引いてない。よーし転落するか当たるかもうどっちかしかないので。よーしここ100回転までは転落してなかったと。はいはい、危ないですよ。危ない。あ、これは熱いぞ。あ、これは当たるな。これは、7! はい、もうこう確定でしょ。いや、まだほら、ああこれ当たりだ。あすごい。これは当たったでしょ、もうこれは来たでしょ、まずい。これは来たでしょ。まずく、ま、え、なんや、えこれはまずいな、これだってあれあらあれあらあら、いや、でも7点やから。あらだってほぼっすよ。終焉1個しかないよ。これ全部リーチ。あ、ほら。おお。レインボーだ。当たっちゃった。はい、おめでとうございます。3人目クリアー。やった。え、2周目？ 2 周目。喧嘩モード。お。お。やりますねー。さあ。さあ、運命の時をあと10回転で迎えます。秀吉に会いにね。でも100回転超えたらあと命のやり取りしか残ってない。あ何がうまいこと言ってんすか。まずい。お何これ。あ、熱いんちゃん当たりじゃない。当たりでしょこれも。なんで最後のちょうどゼロ。いやいやもう当たりでしょ。継続なんだ。あこういう感じになるんだね。でもこれもう大不変とかなるんちゃん。ああなんならへんわ。どうですか一問ちゃんは次大当たりだと思いますか。大当たりを当てますね。次のバトルで負けると思いますか。岩部さんどうですか。俺岩部って俺ちょっと待って。あ、来た。あ、来た。お、危なそう。なんか青いよ。危なそうだよ。これはもうリーチになったら危ないでしょ。あ、たなんでだから言ってるそっちをしたでも光ってるけどダメ。あ、これピンチの光。いや、でも当たるんちゃう。あれ花が、これピンチの花。いつから光ってるんですか。今です、今。いや、当たるんちゃう。ボタンでダメだったから。当たりそうじゃない、うん、当たりそうじゃない。おやっぱそうだ。すげー花がね。すごい、耐えた耐えた。一問ちゃんクリア。やっぱ花が光るといいんですね。すごいいい勝負してる。あ、びっくりした。さあ続いてはコッティでーす。お、ちょっとコッティが今ハンドルから手を離して間を取りました。今やってましたよ。やってましたよ。なんかでも普段ならデモまで、はい、デモ画面まで戻すんですよね。戻すけどちょっと今日はね、はい、ショールームでやってますし、そうす、ね、時間の都合もあるから一瞬だけね、こう、ね、間をね、作ってね、やってましたね。これがプロだ。さあ、運命の時が来ました、ゴッティ。ここで継続できなければ終了です。これやってんな。やばい。あ、頼む。危ない、危ない。あ、食らった。食らいましたね。さあ、どうだ、開くか、継続。おお耐えた耐えた。でもこの筐体家にあったら結構破壊力ありません。家にある前提なの。家にあったらなんかすげえなってなるじゃないですか。これ噂で聞いたのはなんか筐体自体は軽くなってるっていう話をね。花のケージこの枠、いや本当助かりますよ入れ替えの時ね。はい、やっぱニューギンさんですからね。ちょっと違いますね、うん、褒めとかないとね。でもお高いんでしょ。そんなことない。それがなんとあーリーチ、ちょっとリーチ弱いかな、ね、ちょっと弱そう。お
終わったやろ。やばい。ちょっとあれ、真田かな。真田は弱いかな。さあ、割らないと。全然危ない。全然危ない。全然割れへんやん。危ない。リーチいかない。あー、2個の、2個、3個。あ、3個しか割れてない。7分の3？ これやばくない？これは終わったんじゃない？まだ分からん、まだ分からん。終わったんじゃない？終わったかな。あー、お願いします。大不変か。あー、はい、終了。終了。ゴッティの負け。あー、はい、はい、ということで、ST 駆け抜け対決はゴッティが負けました。ちょっとカメラに一言もらってもいいですか？はい、ということで今日ね、いろいろな、ね、対決してきましたけれども、1回戦目のね、大当たり早掛け対決で負けたのは、パルコ店長ですね、ST 駆け抜け対決、それで負けたのはゴッティ店長ということで、2人には、いつも通りね、生ハムわさびやってもらいたいと思います。ちょっとカメラの方にね、伝わりにくいんで、ちょっと前出てもらってね。はい、はい、はい、今日もね、たくさんわさびが入っております。じゃあ罰ゲームいきましょう。お願いします。乾杯。いや、すごいな。うえ、これあかん。これあかん。ありがとうございます。いや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 、いつも通りだね。はい、いつも通りですね。いつも通りということで、まあまあでもね、こうやってね、ショールームからお送りするのはね、いや、もうめっちゃ横切ってるから。めっちゃカメラ横切ってるから。ね、すごいいいことでね。で、横切ってるから。分かってやってるでしょう。横切ってるから。罰ゲームどうでした？もう 見れば分かるでしょってことですかね。はい、美味しかったです。絶対嘘。また食べたいです。まあ、2月の3日から、はい、導入が開始される P 花のケージレンでございますけれどもね、千葉コーナーには全店導入予定となっておりますので、はいはい、ぜひお近くのね、コーナーで打っていただければと思いますけれども、で、打ってみて実際どうですか？打ち込んでみた感じは、まあ、速いなーい、あ、スピード感がある、うん、っていう感じですかね。はい、はい、うん、一文ちゃんどうですか？まあ、僕ら結構導入する前って、はい、ショールームでちょろっとしか打たないんで。ああ、そうですよね。このドキドキする打ち方。なかなかないですからね。ないですよね。プライベートではね、そういうのありますけど、まあ、すごい楽しみましたね。はい、演出がすごいね、豪華なんで。そうですね、すごいよかった。もうホールで映えるなっていうの。ああ、そうですね。はい、どうですか、ゴッティは？あ、なんかあれですね、まあ、ケージらしさもあり、うん、また新しさもありみたいな。マゴチームのお店なんか大量に入れちゃうんじゃないですか？そうですね。入れちゃいます。ということでね、ぜひね、はい、皆さん、うちにね、2月3日から導入されますんでね、ぜひ花のケージね、打ってみてください。お願いします。はい、またね、こういう機会が作れたらいいなと思っておりますので、ぜひ、また、キコナチャンネル並びにですね、こういう動画も見ていただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回の撮影でお会いしましょう。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。あれ、岩部さん、あれ俺。返事しちゃってるから。